ゴーレム、それは森の森人。それが私の存在意義だと疑うことはなかった。その時までは。お父さん。いただきます。少しは落ち着いて食せ。こんなとこにゴーレムなんて珍しいね。本当にあいつのことが大好きなんだな。行こう、サマリちゃん。ゴーレムの寿命を知っているか。私はあと1年と112日で生命活動を終了する。なんかお前すごくうまそうだ。あの子は人間だわ、あなたと同じ。なぜ人間がゴーレムと一緒に。ありがとうはコーチの言葉。お父さんはソマリとずっと一緒にいてくれる。